ジェームズ・キャンベルジェームズ・キャンベルはアメリカ合衆国の政治家。1853年から1857年までフランクリン・ピアーズ大統領の下で第19代アメリカ合衆国優勢長官を務めた。1812年9月1日、キャンベルはペンシルベニア州フィラデルフィアにおいてアンソニー・キャンベルとキャサリン・マクガービーの息子として誕生した。キャンベルは ゲラルドス・ストックデールの私立学校で学び、ロバート・イングラムの下で法律を学んだ。キャンベルは1833年9月14日に弁護士として認可を受けた。1845年、キャンベルはエミリー・チャプロンと結婚した。キャンベルは1833年9月15日にサウスワーク地区の弁務官に任ぜられた。キャンベルは1840年4月16日まで。 弁務官を務めた。1840年4月16日、キャンベルは教育委員会の委員に任せられた。キャンベルはフィラデルフィアに女子高校を設立する決議を提起した。キャンベルは1840年中央まで教育委員を務めた。1840年中央、キャンベルはペンシルベニア州知事デイビッド・ポーターにより州の民事訴訟裁判所、孤児裁判所、 および刑事巡回裁判所の判事に任せられた。キャンベルは1850年12月31日まで判事を務めた。州の裁判職は1851年1月1日に選挙制に移行した。1851年、キャンベルは民主党からアメリカが州国最高裁判所の判事に推薦された。だが、当時はノーナッシングや反カトリックの感情が 前政の時代であり、キャンベルは敗北した。その一方で、キャンベルと同じく民主党から推薦された他の4人は、選出された。1852年、ペンシルベニア州知事ウィリアム・ビグラーはキャンベルを州検事総長に任命した。キャンベルは州検事総長を1853年3月4日まで、務めた。1853年3月4日、 フランクリン・ピアーズ大統領はキャンベルを郵政長官に指名した。キャンベルはピアーズ大統領の任期満了となる1857年3月4日まで郵政長官を務めた。キャンベルの大統領顧問団入りは1852年の民主党大統領候補指名会議でジェームズ・ブキャナンを支持した派閥への報酬であった。さらにカトリック教徒のキャンベルを指名したことでピアーズは アイルランド系の支持を取り入れることにも成功した。1861年、キャンベルはアメリカが衆国上院議員に立候補したが、衆議会の投票において、チャールズ・バッカルーに一票差で敗れた。キャンベルは、その際、衆上院議員に選出された。1873年、キャンベルは、州憲法制定会議のメンバーに選出されたが、 キャンベルは健康的理由により参加を辞退した。キャンベルは25年間にわたってジェファーソン一家大学の評議会で理事長を務めた。キャンベルはまた45年間にわたって聖ョセフ個人員の副理事長も務めた。1869年9月3日、キャンベルはフィラデルフィア軍の判事に任せられた。キャンベルはまたフィラデルフィア市の評議会のメンバーも務め、 ジラード大学やウィルガン科病院など42のフィラデルフィア市内の医療機関を監督した。1893年1月27日、キャンベルはペンシルベニア州フィラデルフィアで死去した。ありがとうございます。